アメリカンフットボールは、フットボールの一種であり、楕円形のボールを用いて2つのチームで得点を競い合うスポーツ。略称はアメフト、またはアメフット。米式シ球あるいは鎧玉とも。パスをキャッチするラリー・フィッツ・ジェラルドその名の通り、アメリカで盛んに行われているフットボールであり、アメリカやカナダで、単に、フットボールというときは、 アメリカンフットボールのことを指すことが一般的である。北米以外の地域では、サッカーなど他のフットボールと混同を避けるために、略さずアメリカンフットボールと呼ぶことが多い。オーストラリアでは、グリッドアイアンフットボールとも呼ばれている。グリッドアイアンとは、焼き網の意であり、フィールドの5ヤードごとの白線が焼き網に似ていることによる故障である。日本では、一般的に、 アメフトと略されることが多いが、アメフットも使われており、同じ報道機関でも統一されていない。過去には、アメラグやアメリカンとも呼ばれており、稀に使われる。日本語表記では、アメリカンフットボールを直訳した、米式シ球または、鎧を彷彿させる装備をしていることから鎧玉と表記される。なお、混同されやすいが、アシキ宗は、アソシエーションフットボールを指す。 1895年の試合風景2003年の試合風景アメリカンフットボールはボールを蹴り込んで得点するフットボールに分類され特に大円形のボールを使うタックルにより相手の前進を止めるなど古いラグビーを源流としているため共通する要素を持つが互いにルールが何度も変更されているため現代では基本的な競技特性が異なる競技となっている 特徴や他のスポーツとの比較は以下に示す。具体的なルールについては、試合とルールの項で衝術する。アメリカでは、非常に人気の高いスポーツである。歴史的に人気が高かった野球にとって変わり、アメリカの、国技、国民的娯楽であるという意見が主流を占めるまでに、至った。アメリカの大手世論調査会社ギャラップが2017年12月に、 調査した結果によると、最も感染するのが好きなスポーツでは1位はアメリカンフットボールである。2位にバスケットボール、3位に野球、4位にサッカーが続いた。また、アメリカのワシントンポストが2017年に発表した人気スポーツの世論調査によると、最も感染するのが好きなスポーツでは1位はアメリカンフットボールである。2位にバスケットボール、 3位に野球、4位にサッカーが続いた。アメリカ大手世論調査会社、ハリスインタラクティブの2015年12月時点での調査によると、最も好きなスポーツのトップは、プロアメリカンフットボールであり、2位に野球、3位に大学アメリカンフットボールが続いた。プロと大学を合計した場合、アメリカンフットボールは43%であり、15%の 野球に対して圧倒的な差をつける結果となった。この調査は1985年から開始されており、1985年時点では、プロアメリカンフットボールと野球は僅差であったが、それ以降その差は広がる傾向にある。プロリーグである NFL は、北米4大プロスポーツリーグの中で、最も人気のあるリーグであり、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行以前は1試合平均観客動員数が6万7000人を超えていた。経済的に世界最大のプロスポーツリーグでもあり2019年シーズンの収益は160億ドルを記録した。アメリカの経済誌フォーブスによる2021年のスポーツ選手長者番付において競技別でアメリカンフットボール選手が 最も多くランクインしている。また最も価値があるスポーツチーム50選のランキングにて毎年最も多くのチームがランクインしており2021年にはダラスカウボーイズが主位である NFL 王座決定戦であるスーパーボールはアメリカ最大のスポーツイベントであり全米テレビ番組史上視聴者数トップ10のほとんどを占めている。 レギュラーシーズンの視聴率も非常に高く数多くの試合がワールドシリーズや NBA ファイナルの視聴率を上回る2013年の全米視聴率ランキングにおいても上位10番組の中で NFL が9つを占めたまた同年のスポーツ番組の全米視聴者数トップ50の中で NFL の試合が46を占めた大学リーグである カレッジフットボールも非常に人気が高い。ESPN の調査によると熱狂的なファンの数はメジャーリーグベースボールなどを上回り NFL に次ぐ2位のスポーツリーグである。特に大学生を中心とした若年層やハーバード大学など多くの名門大学も参加することから高学歴層の関心が高い。シーズンの観客動員数は 約5000万人であり、ミシガン大学のスタジアムが200試合連続で10万人以上の観客動員数を記録するなど、多くの競合チームが1試合平均8万人以上の観客動員数を誇る。1月に行われるカレッジフットボールの全米大座決定戦も視聴率が非常に高く、ワールドシリーズや NBA ファイナルの視聴率を上回る場合がほとんどであり、 2013年は NFL を除いて全米で最も視聴者数の多いスポーツコンテンツであった。練習環境を求めて海外から留学するプロ志望者も多い。その反面、競技人口は2006年の約1010 10万人をピークに減少しており、2011年には約900万人となっている。野球の約1230万人。 バスケットボールの約2610万人に比べて少ない。スーパーボールをはじめとした NFL の主要ゲームや国内でも学生、社会人のチャンピオンシップ戦である甲子園ボールやジャパン X ボール、日本一のチームを決定するライスボールといったボールゲームでは地上派や BS で中継がある。またその他の NFL、社会人の X リーグ、関西学生リーグ、 高校選手権、クリスマスボールの CS 中継、関西ローカルで、学生、社会人の地上波 TV 中継も一部ある。国内試合は、伝統的に、関西地区での人気が高く、80年代の、京都大学ギャングスターズの全国制覇後は、周期の関西地区の主要ゲームには満単位の観客が、集まっている。アメリカに初めて英国のフットボールが紹介されたのは、 1867年であるとされている。始めたのはプリンストン大学でアソシエーション式のゲームであったが、プレイヤーの数は各チーム25人の計50人だった。続いてラトガーズ大学でもやはりアソシエーション式のフットボールを始めたのだが、プリンストン大学とはルールが異なっていた。アメリカにおける最初のフットボールの大学対抗試合は、 やはりアソシエーション型のゲームで、プリンストン大学とラトガーズ大学の間で、1869年に、ニュージャージー州のニューブランズウィックで行われた。1チーム25人ずつのプレイヤーによるゲームで、キックかヘディングにより、ゴール数を競い、先に6点取った方が勝ちというゲームだったことが、記録に残されている。しかし、 この時点ではまだ丸いボールを使用し、ボールを持って走ったり、投げたりすることは認められていなかった。そして、コロンビア大学、プリンストン大学、ラトガーズ大学、およびエール大学からなる、インターカレッジエイトフットボールアソシエーションが、ルールを標準化するために1873年に、作られた。一方、ハーバード大学はこのグループに参加することを拒否。 他の相手を求めて、カナダのモントリオールのマギル大学からの挑戦を受け、1874年5月14日、ラグビールールの試合を行った。そしてその後も2コは、ラグビールールの下で、1874年から1875年に、かけて、シリーズ戦を行った。ラグビータイプのゲームは、間もなく、他の学校にも流行り始め、 その後10年以内にアメリカンフットボール特有のゲーム形式が発展して行った。そして19世紀後半以降、アメリカンフットボールは大学のスポーツとして人気を博すことになる。ウォルターキャンプ現在の形式のアメリカンフットボールは1874年に行われたハーバード大学とマギル大学の試合に由来する。当初は ラグビー公式ルールで行われていたが、ボールの所有権の曖昧さなどから、アメリカ独自のフットボール開発の機運が高まった。1876年、ラグビー選手として活躍していた、後に、アメリカンフットボールの父と呼ばれるエール大の、ウォルター・キャンプの呼びかけにより、コネチカット州において会議が開かれ、基礎的なルールが決められた。 この時に制定されたルールのうち、現存するのは、などである。その後も、ウォルターキャンプを中心に、ラグビーでの、スクラムから、スクリメージへの革命的な変更、ボール所有権の明確化、ダウン性の導入などのルールの改革が行われ、初期のアメリカンフットボールが形作られた。そして1885年9月3日には、最初のプロフェッショナルフットボールゲームがプレイされた。 しかし、1888年に膝下へのタックルが合法化されたことでフットボールは血みどろの闘争競技と化し、ついには初のゲーム中の死亡者を出すことになる。20世紀に入ると、このスポーツでの負傷や事故の多さが社会的問題となった。時には殺人ゲームと呼ばれるほど粗やで野蛮なゲームであったため、次第に、 世間からの非難の声が高まっていった。1905年10月、この事態に、時のセオドアル・ーズベルト大統領は、ホワイトハウスに、エール大、ハーバード大、プリンストン大の、各責任者を招集して、フットボールの健全化を要求、この競技をもっと安全で、クリーンなものにするか、さもなければ禁止するよう意見した。事実、コロンビア大学は、 もっと安全になるまで事態を伺うということで10年間活動を中止。ノースウェスタン大学は1年間危険。スタンフォード大学とカリフォルニア大学はラグビーに転校してしまった。さらに悪いことに、その年の暮れにシカゴトリビューン紙によって、フットボールの試合で18人が死亡し、154人以上が重傷を負っていることが報道され、競技への避難は頂点に達した。 議会では、廃止論が叫ばれ、コンタクトが少なく安全なサッカーに転向すべきだという意見が紛失した。1906年1月21日、関係者たちは早速ルールを改正すべく、集まりを持った。ウォルターキャンプを中心とした、このルール委員会は、フォワードパスを認め、ニュートラルゾーンを設け、これまで、サードダウンで5ヤードを10ヤードに変更。 試合時間も70分から60分に減らした。その後、1912年までの間にさらにルールは変わっていった。フィールドゴールによる得点は4点から3点に、タッチダウンは5点から6点に変更、フライングタックルや不正な手や腕及び体の使用の禁止、スクリメージライン上に7人の選手が位置することの義務付けなどが行われ、 これらの改革によって、集団で襲いかかるような、野蛮な行為は影を潜め、現在のルールの基本が出来上がった。安全面に配慮したルール改定に加え、負傷軽減のための防具の整備も行われた。陸軍士官学校と、ノートルダム大学の試合1913年、アメリカ陸軍士官学校隊。 ノートルダム大学戦において、ノートルダム大学のガズドライズとヌートロックニーが、パスプレーを繰り出し、ランプレーと効果的に織り混ぜ、それまでほとんどランプレーだけだった、アメリカンフットボールの戦術において、革命を起こした。40ヤードのタッチダウンパスを皮切りに、ノートルダム大学が得た5 TD はすべてパスプレーによる、もので、35から13で圧勝した。 パスプレイ自体は1906年から認可されていたが、それまでは限定的にしか使用されていなかった。最初のプロアメフト選手として知られるウィリアム・ヘッフェルフィンガー競技が普及するにつれて、各地のアスレチッククラブでプレーする選手たちは、次第に報酬をもらうようになっていった。1892年、エール大出身のウィリアム・ヘッフェルフィンガーが一試合500ドルの報酬で、 最初のプロ選手となり、1893年には年間契約のプロ選手が誕生している。1895年に16歳のジョン・ブラリアーが1試合10ドルでプロに転向することを初めて公表。1896年にはいくつかの試合をプロだけで構成されたチームで戦うクラブが現れ、1889年、ついにカージナルスが プロチームとして誕生した。20世紀に入ると、選手の報酬は急騰し、1915年には、第5回夏季オリンピックで2個の金メダルを獲得した、ジムソープが1試合250ドルの報酬を得た。すると、より良い待遇や、契約条件を求めて選手がチームを渡り歩くために、チーム力が安定しないという問題が起こり始め、挙句の果てにはチームが大学生を、 プロ選手としてプレーさせるような事態が続発した。1920年、上記のような問題を管理、統括するために、現在の NFL の前身となるアプフが11チームで結成された。加盟費は各チーム100ドルであった。1922年に、アプフは NFL と改名、参加チームは18チームだった。日本では、 岡部平太が1917年留学先のシカゴ大学でスタッグ教授よりバスケット、水泳、陸上競技とともにアメリカンフットボールを学んだ。実際に岡部は大学や近くのクラブチームでプレーを経験した。岡部は1920年に帰国すると陸上競技コーチに就任した第一高等学校の陸上運動部や 東京高等市範学校付属中学校の学生らにアメリカンフットボールを教えた。3チームが結成され、練習試合も多く行われたらしいが、翌年に岡部が新設の水戸高等学校に赴任したことや、当時は国内にボール製造メーカーがなく、輸入も難しかったこともあり、本格的な継続活動には至らなかった。また、 岡部は1925年出版の辞書、世界の運動会の中で、日本で最初と思われるアメリカンフットボール解説を書いている。1934年になって、立教大学教授、ポール・ラッシュと、明治大学教授、松本滝蔵ら日本に留学した、日系二世が中心となり、立教大学、明治大学、早稲田大学が参加した。 東京学生米式シキ級競技連盟を設立。同年11月29日には明治神宮外苑競技場にて学生選抜軍と横浜外人チームによる日本で最初の公式戦が行われた。公式にはこれが日本に紹介された講師とされている。ライスボールで最優秀選手に贈られるボールラッシュ杯はラッシュにちなむ。 第二次世界大戦の影響で一時国内競技が中断された時期もあったが戦後復活して現在に至る。日本はアメリカンフットボールの強豪国であり1999年にイタリアで行われた第1回ワールドカップイタリア大会で優勝2003年の第2回ドイツ大会でも優勝2007年の第3回日本大会でも 準優勝を飾っている。2011年の第4回オーストリア大会では、初参加のカナダにシーソーゲームの接戦で敗れ、3位決定戦でメキシコに新勝し3位を確保している。これら日本での発展の記録は、立教大学アメリカンフットボール部の選手であった、服部慎吾が主記として残しており、日本アメリカンフットボール協会のサイトで公開されている。 1946年の第1回国民体育大会で一度だけ採用されたこともある。アメリカンフットボールの試合は NCWA が定める公式規則を基本として行われる。団体の年代や地域事情などを考慮してローカルルールが採用される場合もある。NFL ではプロの試合としての面白みを加えるための独自ルールが採用されている。日本では 学生、社会人を問わず NCWA ルールに基づき行われる。主な違いはアメリカンフットボール NFL と NCWA のルールの際を参照。この節では NCWA ルールを基本として NFL ルールについても併記する。なお、反則については反則の項に詳述する。なお、アメリカンフットボールでは長さの単位として ヤードフィートインチが用いられる。1ヤードイコール91.44センチメートル、イコール3フィートイコール36インチ、1フィートイコール30.48センチメートルイコール12インチ、1インチイコール2.54センチメートルである。アメリカンフットボールのフィールドチームエリア両サイドラインの外側に、両25ヤードラインの間に、2つの選手の待機場所が設置される。 両チームが分かれて、試合を通じて一つずつ、チームエリアを使用する。試合時間は、60分であり、カウントダウン形式で掲示する。15分ずつの節に分ける。各節をクォーターと呼び、9と表記することがあり、4つの節それぞれを1球に93949と表記することがある。また、1球と2球で、前半、3球と4球後半と呼ぶ。 1球と2球の間、3球と4球との間は、クォータータイムと呼ばれる1分から数分程度の休憩が、前半と後半の間は15分程度の休憩がある。加えて、プレーの結果によって、しばしば掲示が止まることもあるため、ゲームクロックは60分であるが、実際の時間は2時間半から3時間程度になる。日本の場合、選手の体力保全や、 会場運営のスケジュール上の都合を考慮して、大学生のリーグ戦では、1クオーター12分で、試合全体では48分で実施する。高校生の場合は1クオーター10分で行われる。社会人では2016年頃から、ジャパン X ボールを含めて、1クオーター12分で実施している。甲子園ボールや、ライスボールといった。 ボールゲームでは1クオーター15部のケージで行われる。4球終了時点で得点を多く上げたチームが勝利チームとする。4球終了時に同点の場合、原則、引き分けとする。勝敗を決める必要がある場合には延長戦を行う。NFL ではレギュラーシーズンで10分間、ポストシーズンで15分間のオーバータイムを行う。サドンレス方式により、 先に得点を上げたチームが勝利となる。ただし先行チームがフィールドゴールにより得点を上げた場合には、高校チームにも攻撃権が与えられる。この時、高校側がフィールドゴールを決めれば、試合はサドンデスで続行し、タッチダウンを決めれば、逆転勝利となる。レギュラーシーズンでは、10分間の延長後に決着がつかなければ、引き分けとなる。プレイオフでは、 勝敗が決まるまで15部のピリオドを繰り返す。NCWA ルールでは、タイブレークという特殊なルールにより、勝利チームを決定する。1回のプレイの間に参加できる選手数は、各チーム最大11人、計22人である。ただし、プレイとプレイの間であれば、一度に何人でも交代できる。一度プレイから外れた選手が、 再びプレーに参加することも可能である。このため、選手の専門家が著しく、オフェンスチーム、ディフェンスチーム、スペシャルチームの選手に分かれることが多い。場合によっては一人の選手が、複数のポジションを兼ねることもあるが、リーグの競技レベルが上がるにつれそのケースは減る傾向に、ある。最大選手数 NFL においては、チームに53人が登録でき、 出場可能な選手は1試合ごとに46人である。日本の X リーグは1チーム最大65人の選手を登録できる。日本の大学や高校ではベンチ入り人数に上限はない。同時にフィールドに出ていなければ同じ背番号の選手がいても構わない。交代起用回数、人数ともに制限はない。スタッフの数チームエリアには 選手以外にコーチトレーニングスタッフ、医師他スタッフが最大60人入ることができる。審判の人数は最低で4人最大で7人で運営する。7人構成の場合、レフリー、アンパイア、ヘッドラインズマン、ラインジャッジ、バックジャッジ、フィールドジャッジ及びサイドジャッジで対応する。レフェリーが審判団を代表するが他の審判も 判定の権限は平等に持っている。判定で違いなどがあれば、協議した上で決定する。コイントスの様子試合前には、試合開始予定3分前にセレモニーを開催する。セレモニーでは、レフリーとアンパイアが、立ち合いのもと、両チームのキャプテンと審判が、フィールド中央に集合する。他の選手は、チームウェリアで待機する。両チームのキャプテンが、 フィールド中央に集合し、審判から試合上の初注意を受けた後に、コイントスを行う。ボールゲームや交流戦などでは、両チームの記念品の交換が行われることもある。コイントスコイントスは、試合開始時に、ボールと陣地の所有権を決める。以下の手順で行う。通常、コイントスの勝者は、 先に攻撃権を得るため、前半のレシーブを選択する。ただし、守備に自信があったり、後半からの巻き返しを想定したりした場合、後半を選択する。ビジター側のキャプテンが、審判が持つコインの裏表を選択する。審判が、コインが回転しながら落下するように投げる。結果が当たったチームは、前半もしくは後半のいずれかのハーフを選択する。 コイントスの敗者は勝者が選択しなかったハーフを選択する。コイントス勝者が後半を選択した場合、審判はその旨を考慮する。各ハーフを選択したチームは、そのハーフが始まる前に、以下のいずれかを選択し、対戦チームは残りの選択をする。通常はレシーブを選択し、対戦チームは陣地を指定する。レシーブ、または、 キック陣地コイントスの手続きが完了すると各チームのキャプテンが守るべきゴールライン側に並ぶように回転し審判はどちらのチームが前半のレシーブであるかを試合会場に通告するのが通例である前半のキックのチームによるフリーキックにより試合が開始するアメリカンフットボールではプレイをダウンと呼ばれる概念で区切るダウンにはスナップで始まるスクリメージダウン フリーキックで始まるフリーキックダウン、フェアキャッチキックで始まるフェアキャッチキックダウンに分けられる。ダウンは、審判がプレーの開始を宣告してから終了を宣告するまでの単位であり、ダウンが終わったら、仕切り直して、次のプレーを開始する。これが、アメリカンフットボールを見慣れない人にとって、アメリカンフットボールはよく止まると、しばしば違和感を覚えるところである。 キックオフの様子フリーキックとは、前後半、延長戦の開始時、及び得点後の試合再開のために行われる特殊なプレーである。キックオフは、フリーキックの一種で、前後半、延長戦開始、または、トライ、フィールドゴールの後のフリーキックを言う。セーフティという得点の後のフリーキックは、キックオフではない。ただし、セーフティというプレー結果自体が稀なため、 普段は、キックオフとフリーキックが同じと見ても良い。キックする、チームキックする1キックオフでは、キック側のチーム陣35ヤード、セーフティ後のフリーキックでは、キッキングチーム陣20ヤードで行う。キック時のフォーメーションボールが蹴られるまで、キック側の選手は、ボールの後方にいなければならない。また、キッカー及びホルダーを除いて、キック側選手の全員が、 ボールの位置から5ヤード後方のラインの間に片足が置かれなければならない。NFL ではさらに左右の選手数に制限がある。レシーブ側の選手はボールの位置から10ヤード自陣側に離れたラインにより自分側にいなくてはならない。キックの方法フリーキックは通常ボールを地面に置いて蹴るプレースキックを行う。ルール上 地面に落として弾んだ直後に蹴るドロップキックで行うこともできる。ただし安定して蹴れないドロップキックを用いることは稀なためボールを置いて蹴るプレースキックが一般的である。セーフティ後のフリーキックの場合はさらにパントも認められている。ただし日本では練習量の問題からプレースキックで行うことが多い。NFL では キッキングティーの使用が認められないこともあり、パントを採用する。風が強い場合などはボールが倒れやすいため、キック側のチームの選手がホルダーとして、ボールを支えても構わない。また、審判がキックチームに指示する場合がある。キッキングティーは、プレーの終了後、キック側のチームが回収する。フリーキックプレーの開始と終了ボールを敵陣に向けて蹴ることにより、 フリーキックのプレイが開始する。その後、レシーブ側の選手が補給し、キック陣に向けボールを持って走る。キックチームのタックルで止まったり、サイドラインを割ったりすれば、フリーキックのプレイが終了する。リターンにより、相手のエンドゾーンに到達すれば、タッチダウンが成立する。タッチダウンに至らなかった場合、ボールを確保したチームに攻撃権が与えられ、スクリメージダウンに移行する。 オンサイドキックフリーキックのボールは、原則、キックしたチームの相手チームに確保する権利がある。ただし、キックした位置から10ヤードを超えて転がるか、レシーブチームの選手が触れたりすると、どちらのチームも確保することができ、確保したチームが攻撃権を得ることができる。蹴ってから地面につく前、または、一回だけついてバウンドしている間ボールは、 レシーブチームの選手に優先して確保する権利があり、キックチームがその邪魔をすると反則である。キックされたボールがゴールラインより手前で他の選手に触れられることなくアウトオブバウンズとなった場合は、キック側の反則となる。キック側が攻撃権の確保を狙ってわざと短く蹴るプレーをオンサイドキックという。オンサイドキックを行う場合、 キッカーはボールを弾ませるようにサイドライン方向にめがけて蹴る場合が多い。これは不規則なバウンドによりレシーブ側が取りがたくなることとキック側がボールに到達する時間を稼ぐ狙いがある。ただしオンサイドキックの意図はレシーブ側も察知しやすい上ボールがキック側の意図する動きをするとは限らないので成功率はかなり低い。さらに オンサイドキックのボールをレシーブ側が確保した場合は、キック側は通常のフリーキックよりも不利な地点から守備を行わなければならないことが多い。これらのことから、オンサイドキックは非常にリスクの高いプレーであるが、キック側が負けていて残り時間が少ないが逆転を狙う必要がある場合などに行われる。スクリメージラインスクリメージダウンとは、フリーキック。 フェアキャッチキック以外のすべてのダウンであり、アメリカンフットボールのほとんどのダウンは、スクリメージダウンである。スクリメージダウンでは、開始前に審判によって、ボールをサイドラインに平行に置かれ、審判により開始が宣告される。攻撃側のスナップにより開始する。ボールの両端には仮想のラインが存在し、この2本のラインを通る2つの円直平面に、 挟まれた空間をニュートラルゾーンと呼ぶ。スナップ前には、スナッパー以外の両チームの選手はこの空間に立体的に侵入してはならず、なおかつ自陣に近いスクリメージラインより手前に位置しなければならない。スナップ後、攻撃チームは敵陣方向に進めることを目指し、守備チームはその前進を阻み、逆に後退させたり、ボールを奪ったりすることを目指す。 ボールを持った選手が、サイドラインの外に出たり、手首より、先の手か、足首より、先の足、以外が、地面につくと、プレーが終了する。相撲と異なり足の甲や手がついても、終了とはならない。シリーズ攻撃権を得たチームは、当初4回連続のプレーを行う権利が与えられる。この4つのダウンを順に、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンという。 攻撃権を得た地点からスナップし、その地点から敵陣方向10ヤード先にシリーズ獲得戦が設定される。4回のダウンの間にシリーズ獲得戦に到達するか超えれば新たなシリーズが与えられ、再びファーストダウンとなり改めて4回の攻撃権を保持する。これをファーストダウンの獲得あるいはファーストダウンの更新という。逆に、 シリーズ獲得戦に到達できなければ、攻守交代でありプレイ終了地点で、相手チームが攻撃権を獲得する。攻撃側のチームは、攻撃権を維持したままプレイを繰り返し、最終的には、タッチダウンなどによる得点を目指す。攻撃側には4回のダウンが与えられるが、フォースダウンになった場合には、ファーストダウンの獲得を諦めて、フィールドゴール。 またはパントを行うことが多い。ダウンを継続し、攻撃権を得てから得点する、あるいは攻撃権を失うまでの一連をドライブと呼び、本来はシリーズの上位概念である。ただし、ドライブのことをシリーズと呼ぶこともある。シリーズは、上述の通り、4回連続の攻撃ダウンとして、ルールで定義されているが、 実況の用語としてはドライブと同様の意味として使用される。ボールを前進させる方法は主にランプレイとパスプレイに対別される。それぞれのプレイにおいて選手はあらかじめ決められた動き方に従って動く。通常、どのチームでも複数のプレイにおけるアサイメントを用意しており状況に応じて使い分ける。このアサイメントをまとめた戦術書を プレイブックという。通常、スクリメージプレイの前には、両チームの選手はそれぞれ集合し、次のプレイの戦術確認を行う。これをハドルと呼ぶ。ハドルでは、コーチからの指示を確認した、チームリーダーが状況を判断し、他の選手にアサイメントを伝達する。コーチからの指示には、交代選手を伝令とする、チームエリアからサインを送る、などの方法がある。 NFL では無線通信によりリーダーに直接伝達する方法が取られる場合がある。ダウンディスタンスとチェーン攻撃側の状況はダウン数とシリーズ獲得戦までの必要な距離で表される。テレビ放送やスタジアム内のスコアボードなどでも表示される。攻撃権を新たに獲得したり、新たなシリーズを獲得したりした場合には、 ファーストダウン1 2号と表示される。これは、現在ファーストダウンで、シリーズ獲得戦までの残り距離は10ヤードであることを意味する。なお、ここで言う残り距離は実測ではなく、目分量であり、インチ単位は切り上げられる。ただし、この表記は長いので通常同様に、ファースト &10 と略記することが多い。同様に、セカンド &7、 サード &2 と表示された場合は、それぞれ、セカンドダウンで残り7ヤード、サードダウンで残り2ヤードという意味である。直前のプレイで交代してしまったような場合には、セカンド &15 など、10ヤードを超える、残り距離が示されることもある。このように10ヤードを超える距離が残っている場合には、大まかに、セカンドロングという表現を用いることがある。 逆に残り距離が1ヤードに満たない場合には、セカンドインチズないしは、セカンドショートなどと表されることもある。なお、エンドゾーンまでの残り距離が10ヤードに満たなくなった場合には、ファーストゴールなどと表されることが多い。ゴールまで、残り X ヤードという表示もある。なお、フィールド上ではチェーンによって、ダウンディスタンスが表される。チェーンとは、 新たなシリーズの開始位置と更新線の位置を示す目印であり、長さ10ヤードの鎖であり、その両端にポールをつけた器具全体を刺すこともある。チェーンはビジター側のサイドライン外側のアウトオブバウンズに設置する。先端にダウン数を示す数字の板をつけた棒であるインジケーターとセットで使う。いずれかのチームが新たなシリーズを獲得した時に、 フィールド上のボールの位置からエンドラインと平行な線とサイドラインとの交点にプレイ開始地点のライン上にインジケーターを設置する。インジケーターの地点にチェーンの片方のポールを設置し、他方のポールはチェーンをピンと張った状態で攻撃方向を10ヤード先に設置する。この一端が次のファーストダウン獲得地点の目印となる。インジケーターとチェーンの位置が確定したら、 プレイの邪魔にならないようにやや外側に離れる。インジケーターはプレイ終了の都度、プレイ終了地点のライン上に設置される。新たなシリーズを獲得した時には、インジケーターとチェーンを改めて設置し直す。シリーズ獲得戦に到達したかが微妙な時には、審判の判断あるいはチームからの要求により、メジャーメントを行う。メジャーメントとは、チェーンをサイドラインから、 ボールのある地点まで移動し、実測によりシリーズ獲得戦に到達したか判定することである。チェーンが10ヤードであり、ボールの内側を少しでも超えれば到達したとみなされる。ここまでの説明でもわかる通り、チェーンの長さ自体は10ヤードと厳密だが、新たにシリーズを獲得した時のボールの置く位置、そこからインジゲーターやチェーンを設置する位置。 プレイ終了後のボールの置く位置は全て審判の目測である。チェーンとインジケーターの保持、移動、操作を行う係員をチェーンクルーと呼ぶ。ランプレイクオーターバックからボールを手渡されるランニングバックランプレーとは、ボールを受けた選手が走って前進を狙うプレーである。比較的短い距離を確実に前進するために行われることが多い。通常、 ランナーになるのはランニングバックである。また、パスプレーを基としたクォーターバックが適切なパスの受け手が見つからずに自らボールを持ったままランプレーによる前進を図ることもある。多くの場合、ランナーはプレーによってチームの作戦で決まったコースを走り、ランナー以外の攻撃側の選手はランナーの走路を確保するため守備の選手をブロックしたり、 他のプレーを行っているように装ったりする。ランナーがサイドラインに出たり倒れたりなどすればプレイが終了しデッドと宣告される。デッドとなった時点のボールの位置を次のダウンの開始位置とする。守備選手に押し返されて下がった場合は最も進んだ地点でデッドとする。逆にランナーが自らの意思で下がったりバックパスで下がったりした場合は下がった地点で デッドと判断される。デッドとなる前にボールを落とした場合、守備選手もボールを確保しても構わない。ファンブルでなくても力づくで奪っても構わない。守備選手がボールを確保すれば、その時点で、攻守交代である。奪った選手は、デッドとなるまで相手方のエンドゾーンに向けて、前進することができる。デッド後、ボールを確保したチームが、攻撃権を得る。 リターンした選手がデッドの前に直接敵陣のエンドゾーンに入った場合にはそのままタッチダウンが認められる。これを特にファンブルリカバーリターンタッチダウンというパスプレイパスのターゲットを探すクォーターバックパスプレイとは前方へのパスを使ったプレイであるアメリカンフットボールで断りなくパスといった場合は前方へのパスを意味するフォワードパスは 一つのスクリメージダウンにつき一回のみ、スクリメージラインの手前から行うことが認められている。パスが前方か後方かは、スクリメージラインを越えたかどうか、投げた側と受けた側の体の位置は関係なく、ボール自体が前方に進む軌道であったかで決まる。パスプレーは、投げられたボールを攻撃側の選手がノーバウンドで補給した時に成立する。ボールの位置が、 フィールド外であってもインバウンズに片足が着地すればパス成功となる。補給した選手はボールを持ったままさらに前進することができる。パスキャッチ後はランプレーと同様のルールに切り替わる。投げられたボールが誰にも補給されずに地面に落下した場合は設置した時点でプレーが終了し同時にケージも止まる。たとえ空中で選手が ボールに触れたとしても、補給されずに設置した場合はパス不成功となる。また、パス不成功の時は、攻撃側は全く前進できずに、スナップした元の位置から次のダウンとなる。通常、パスを投げるのは、クォーターバック、パスを受けるのは、ワイドレシーバーである。スナップ後、ワイドレシーバーは、プレイによって定められたコースを走る。クォーターバックは、 守備の状況を判断にして補給可能と判断したワイドレシーバーにパスを投げる。パスが成功するには適切なスピード、距離、タイミングでパスが投げられることとワイドレシーバーの補給技術が必要である。その他の選手はクォーターバックがタックルを受けないようにまたパスを投げるまでに必要な時間を稼ぐために数人の攻撃側の選手が クォーターバックの周りを取り囲むようにして、守備選手の侵入を防ぐ。特に、オフェンスラインの選手は、ルール上、パスを受けることができず、またパスが投げられるまでは、スクリメージラインを越えることができず、パスプレーでは、クォーターバックを守ることに専念する。また、パスされたボールは、守備側の選手も補給でき、守備選手が補給することをインターセプトという。 インターセプトが発生した瞬間に攻守交代となり補給した選手はボールデッドとなるまで相手方のエンドゾーンに向けて前進することができる。ボールデッド後リターンしたチームが攻撃権を得る。リターンした選手がボールデッドの前に直接敵陣のエンドゾーンに入った場合にはそのままタッチダウンが認められる。これを特に インターセプトリターンタッチダウンという。パスプレーは、ランプレーと比べると確実性は低く、インターセプトの危険性もあるが、長距離の前進が期待できる。パスを補給する、ワイドレシーバーキックプレイスクリムエージダウンでは、キックすることもできる。フリーキックに対し、パントとフィールドゴールを総称して、スクリムエージキックと呼ぶ。パントパントとは、ボールを持った選手がボールを落とし、 地面につく前に蹴るキックである。スクリーメージダウンでパントを行うと、攻撃権を失う代わりに、大きくボールを前進させることができる。フォースダウンになって、シリーズの更新もフィールドゴールのプレイを行うも距離が遠い場合は、相手の攻撃をできるだけ不利な位置から開始させるため、パントを選択することが多い。パントを行う場合、攻撃側、 守備側ともにスペシャルチームと呼ばれるパント専用のユニットがフィールドに出る。パントを行う攻撃側はスクリメージライン後方約15ヤードの地点にパントを行うパンターと呼ばれる選手が立ち、その数ヤード前にパンターを守るための選手1から3名が配置される。他は全員がスクリメージライン上に一列にセットする。スナップを行うのは通常のセンターではなく、 ロングスナッパーと呼ばれる専門の選手である。一方、守備側もパントに備えた陣形を敷き、パントされたボールを補給する。パントリターナーを後方に配置する。パントのダウンは、ロングスナッパーがパンターに対し、ボールをスナップして開始される。パンターはボールを受け取ると軽く助走しながら、前方に向かってパントする。パンター以外の選手はパンターを守るため。 相手選手の侵入をブロックし、パントの後はリターナーのタックルに向かう。守備側の選手はスナップと同時にパンターに突進してプレッシャーをかける。一方でパントを装った奇襲攻撃の可能性もあることに注意する。リターナーはボールを補給した後はボールを持って前進することができ、リターン終了地点でファーストダウンを獲得する。リターンの結果、 相手側のエンドゾーンに達すればタッチダウンとなる。また、リターンせずにフェアキャッチを選択することもできる。パントされたボールに守備側が誰も触れなかった場合は、ボールが止まった地点、またはアウトオブバウンズの地点でレシービングチームが攻撃権を獲得する。パントされたボールにキッキングチームが触れた場合は、ボールが止まった地点か触れた地点を比較して、 自事によりの地点でレシービングチームが攻撃権を獲得する。ボールがエンドゾーンに入った場合はタッチバックと呼びレシービングチームがの20ヤード地点で攻撃権を獲得する。パンターは単に遠くへ飛ばすだけでなく高く蹴って対空時間を伸ばすことで味方選手がリターナーに近づく時間を稼ぐ必要がある。またパントされたボールが エンドゾーンに入った場合は、タッチバックとなるため、状況によって分ける距離を調節する技術も求められる。パントの平均距離は、約40ヤードであることから、NFL スカウティングコンバインでは走力を評価する、項目として40ヤード走がある。プレイの終了をここまでの内容と一部重複するが、プレイの終了となる場合を以下に示す。 格子交代ここまでの内容と一部重複するが、以下に、格子交代となるケースをまとめて示す。なお、タッチダウン後のポイントアフタータッチダウンのプレイが終了したとき、または、フィールドゴールにより得点したときは、次のプレイは得点したチームのフリーキックとなるため、事実上、格子交代となる。タッチダウンエンドゾーンへ突進する、ランニングバック得点は6点。 ランナーがボールを持って敵陣エンドゾーンに入る、または敵陣エンドゾーン内で味方からのパスを補給する。とにかく敵陣エンドゾーンまでボールを運べば成立する。さらにトライの権利が与えられる。ラグビーと異なりボールを設置させる必要はない。ルール上、ゴールラインそのもの及びその上空はエンドゾーンであり、プレイ中に選手に 確保されているボールがエンドゾーンに一瞬でも接触すればタッチダウンが認められることになる。そのため選手の体のほとんどはエンドゾーンの外にあるがボールを持った手だけがエンドゾーンに入ってタッチダウンというシーンも見受けられる。トライトライフォーポイントの様子タッチダウン後敵陣ゴール前3ヤードの地点から1回のみの攻撃権が与えられる。ポイントアフタータッチダウン。 トライフォーポイント、または、エクストラポイントとも呼ばれることもある。ポイントアフタータッチダウンを略して、パットと,と表記されることも多い。フィールドゴールおよびセーフティは1点、タッチダウンなら2点が与えられる。一般に、2ポイントコンバージョンに比べ、キックの方が成功の確率が高いため、通常は、キックによる1点を狙うことが多い。2ポイントコンバージョンは、 比較的リスクが高いプレーであるが、リスクを取ってももう一点追加したいケースに選択される。試合終盤にリードを許している場合や、得点差を調整したい場合がこれに当たる。以下の例であれば、2ポイントコンバージョンを狙うことが多い。残り時間などを鑑みキックにすることもあるし、その他の場合でも2ポイントコンバージョンを狙うこともある。なお、トライ中のプレーで、 インターセプト、または、守備側によるファンブルのリカバーが発生し、守備側がリターンして、攻撃側のエンドゾーンに到達すると、守備側に2点が与えられる。ただし、次のフリーキックは、タッチダウンしたチーム側が行う。フィールドゴールフィールドゴール得点は3点。スナップされたボールを地面、あるいは、キッキングティーに置いてキックし、敵陣のゴールポストの間。 かつクロスバーの髪型に通す。また、滅多に行われないが、スナップされたボールを地面に弾ませた後に蹴って、ポストを通すことでも得点が認められる。フィールドゴールを狙うプレーにおいては、スクリメージライン上にロングスナッパーと呼ばれる選手、後方約7ヤードにホルダーと呼ばれる選手、さらに後方にキッカーと呼ばれる選手がセットする。その他の攻撃選手は、 ロングスナッパーを挟んで、スクリメージライン上に一列にセットする。ロングスナッパーが、ホルダーに対し、ボールをスナップすることにより、プレーが開始される。ホルダーは受け取ったボールを素早く、蹴りやすいように地面に立てる。スナップと同時に助走を始めたキッカーが、タイミングよくこのボールを蹴る。残りの選手は、スクリメージライン付近でブロックを行い、 ホルダーやキッカーを保護するとともに、キックまでの時間稼ぎを行う。相手チームの選手はキッカーに対し、プレッシャーをかけると同時に、蹴られたボールに直接触れることで、フィールドゴールを失敗させることを狙う。フィールドゴールに失敗し、そのままボールがデッドになった時は、ゴールラインから20ヤード以上の地点からスナップした場合はその地点から、 20ヤード未満の場合は20ヤードラインから相手側の攻撃となる。エンドライン手前で補給できればリターンすることも可能である。フィールドゴールの NFL 最長距離記録は2013年12月8日にデンバーブロンコスのマット・プレーターが記録した64ヤードである。この記録は 1970年11月8日に、トム・デンプシーが記録した63ヤードを43年ぶりに塗り替えた。NCWA では、ラッセル・アークス・レーベン、スティーブ・リトル、ジョー・ウィリアムスが67ヤードを、マーティング・ラマティカが、キッキング・ティーを使わずに65ヤードを、成功させている。なお、記録上のフィールドゴールの距離は、蹴った地点から、ゴールポストまでの距離で表される。 すなわち、ゴールラインから、スクリメージラインまでの距離に、スクリメージラインから、キック地点までの7ヤード及びゴールラインから、ゴールポストまでの10ヤード、合計17ヤードを加算したものとなる。トリックプレーの一つとして、フィールドゴールを蹴ると見せかけて、ラインや、パスプレーに転換する戦術もある。この場合、ロングスナッパーからのボールを受け取ったホルダーが、キッカーや、 別の選手にボールを渡して攻撃権の更新やタッチダウンを狙うことになる。セーフティ2点が与えられる。守備側に得点が入る特殊な得点。また、セーフティ後は得点を与えた側による自陣20ヤードからのフリーキックで試合再開となる。つまり、攻撃側は相手に得点を与えてしまう上に攻撃権を失う。セーフティとなる要件は以下の通りである。 ボールが攻撃側の自陣ゴールラインの後方でデッドとなり攻撃側がボールを保持しているかルースボールの状態でありボールがゴールライン後方に移動した原動力が攻撃側にある上記の1から3の要件について具体的な事例は以下の場合である原動力はわかりづらいが以下の場合自チームの原動力となってゴールライン後方に移動したと判断される 以下の場合、原動力は相手チームとみなされ、プレイ結果は異なる判断がされる。また、攻撃側の反則によるセーフティの具体例は次の場合がある。これだけを見ると、セーフティは発生したくないところだが、故意に行う、インテンショナル、セーフティという戦術もある。2点を相手チームに健常するが、以下のメリットもあり、天秤に測って問題なければ、 インテンショナルセーフティを選択する。タッチバックとは、ボールが、相手チームが原因で、自チームのゴールラインを越えて、相手チームがボールを確保していない状況で、エンドゾーン、または、エンドライン後方で、ボールデッドとなることである。タッチバックが成立すると、次のプレーは、ゴールラインを守備している、側のチームに、自陣20ヤードからのファーストダウンが与えられる。ただし、 フリーキックのプレーでタッチバックとなった場合は自陣25ヤードからのファーストダウンが与えられる。タッチバックが成立するケースは以下の通り、アメリカンフットボールの掲示はプレーの開始時に始まる。原則としてプレイ開始後は下記に示す場合を除きケージは止まらない。残り時間がなくなった時点でクォーターは終了するが、プレーが開始しているときは、 そのプレーは有効となる。また、ロスタイムの概念はないが、第2、または第4クォーター終了時のプレーで、守備側に反則があった場合は、攻撃側はもう一プレーを行う権利がある。掲示の開始、停止と再開前後半、延長戦の開始時は、キックオフのボールを受けたリターナーが走り始めた時から、掲示が開始される。下記の場合、掲示を停止し、 規定のタイミングで掲示が再開される。直後のフリーキックでリターンを開始した時点で掲示を再開するもの。次のプレイのスナップと同時に掲示を再開するもの。上記の掲示の停止条件に該当しない限り、レディーフォープレイと同時に掲示を再開するもの。なお、キックオフ、フリーキックでフェアキャッチやタッチバックが成立した際は、時計は動かない。 チームタイムアウトチームタイムアウトとは、いずれかのチームにより申告される掲示の停止である。両チームは、前後半それぞれ3回ずつのタイムアウトの権利を、有している。これらのタイムアウトは選手、またはコーチが審判に申告し、申告が認められた時点で掲示が止まる。タイムアウトの時間は90秒である。タイムアウトの時間中、選手は、水分補給や、 コーチと戦術の確認を行うことができる。レフリータイムアウトレフェリータイムアウトとは、審判が試合の続行に支障があると判断した場合に、審判の権限で掲示を停止することである。審判は、試合の再開が可能と判断するまで、任意の時間、掲示を停止することができる。レフリータイムアウトが取得される主な場合を、以下に示す。タイムマネジメントとは、 時間を消費し、あるいは停止することにより、自チームに有利となるように試合の残り時間をコントロールすることである。アメリカンフットボールでは、得点差と残り時間の兼ね合いを常に意識しながら、タイムマネジメントを行う。一般的に、リードしているチームが、攻撃権を有している場合には、相手の攻撃時間を極力減らすために、ケージが止まらないプレーを、主に選択する。 具体的には、インバウンズで、プレーが終了するよう、確実なランプレーや、成功率の高いパスを中心に選択する。サイドライン際では、アウトオブバウンズに出ないよう、わざと、ボールデッドにすることもある。さらに、終了間際、攻撃側がリードしている場合などは、スナップを受けた、クォーターバックがその場に膝をついて、プレーを終了させる場面がある。前進しなくても、 ファンブルなどの危険を犯さずに時計を進めるためのプレイである。場合によっては、ディレイオブザゲームの反則を行い、罰体を受けてでも時計を進めることも行われる。逆に、攻撃側がリードを許している場合には、攻撃の時間を確保するために、タイムアウトも消費しながら、ケージを有効に止めるプレイを選択する。具体的には、サイドライン際へのランプレーや、パスプレイで、 成功後すぐにアウトオブバウンズに出るなどである。タイムアウトを使い切ってより、なおかつケージを止めたい場合には、スナップを受けた、クォーターバックが、すぐにボールを地面に叩きつけることがある。スパイクした場合はパス不成功として扱われ、プレー終了となり、ケージは止まる。もちろん一回のダウンは消費するが、ハドルや、選手交代の時間を確保するために行われる。 特に逆転可能の差でリードを許すチームが後半の終了間際に逆転を行うためにはタイムマネジメントが不可欠でありこのパターンが試合終了まで最も緊張感のあるゲーム展開が楽しめるものでありこれがアメリカンフットボールの醍醐味の一つにもなっている2ミニッツウォーニング第2及び第4クォーターの残り時間が2分になると 自動的に試合時間が止められ中断させられる。これが、2ミニッツオーニングであり、NFL における特徴的なシステムの一つである。このルールは、クライマックスの直前に広告を入れたいがために、テレビメディアの要請により採用されたものの、試合の最終局面において、タイムアウトを消費せずに作戦を立てることができるため、大変重宝されている。なお、2ミニッツオーニング後、 クォーターが終了するまではチャレンジはできない。カレッジフットボールでも各チームは終盤に逆転を目指すための戦術を用意している。2ミニッツオフェンス、2ミニッツドリルと呼ばれ、同様に残り2分が重要視されている。赤いフラッグを投げるピッツバーグスティーラーズのビル、カウアーヘッドコーチインスタントリプレートは直前のプレーの結果について、 審判が下した判定をビデオ判定によって再考するシステムのことである。インスタントリプレイは NFL で1999年に導入された。また、日本でも2017年の第31回ジャパン X ボールから一部の試合で導入されている。なお、1980年代後半から1990年初頭にも NFL には ビデオ判定精度は存在していた。だが、その頃は、回数や判定対象の制限が緩く、ビデオの解像度も悪く、試合時間が伸びる問題が顕著となり、一時的に中止された。インスタントリプレイは、レフリーがフィールド脇に設置された、リプレイモニターの映像を見ることによってなされ、 特設室のリプレイアシスタントと無線で更新しながら、慎重に検討される。最終的な判定はフィールドにいるレフリーが下す。判定を覆すにたる明確な証拠があると、認められれば判定が覆えるが、明確な証拠がない限りは、当初の判定が優先される。インスタントリプレイが試合の遅延となることを防ぐため、NFL では2007年シーズンからは、 判定にかける時間が90秒から60秒に短縮された。また、リプレイの確認に、ハイビジョン映像が導入され、より鮮明に証拠の有無を確認できるようにしている。チャレンジ NFL 及び、アメリカの大学リーグ特有のルール。日本では2017年の、第31回ジャパン X ボールから一部試合で、導入。審判のジャッジに不服がある場合、 ヘッドコーチが次のプレーが始まるまでに赤いフラッグをフィールドに投げ入れて意義をアピールしインスタントリプレイを要求することができる。これをチャレンジあるいはコーチチャレンジとも言う。チャレンジは得点やターンオーバーなど試合を決定づける重要な場面で行われることが多い。日本ではタイムアウトをコールした後にチャレンジを申請する。チャレンジの対象は プレイの成否に関わるいくつかの事項についてのみ認められており反則の有無そのものについてチャレンジを行うことはできないチャレンジは1試合につき3回まで行うことができるただし3回目の権利はそれ以前に2回続けてチャレンジに成功しないと与えられない判定が覆らなかった場合はチャレンジ失敗となりタイムアウトの権利を1回分失うつまりチャレンジは タイムアウトの権利をかけて行うものなので、タイムアウトを使い切った状態では、行うことはできない。なお、チャレンジは、2ミニッツオーニング以降、およびオーバータイム中には行うことができない。ただし、このような時期に、疑義のあるプレイが発生した場合、特設室にいる、リプレイアシスタントと呼ばれる専門の審判が、ビデオ映像を検証し、 インスタントリプレイが必要かどうかレフリーに指示することがある。これをオフィシャルレビューという。この場合でも最終判断はレフリーが行う。NFL ではタッチダウン等の得点プレイについては試合の時間帯を問わず必ずオフィシャルレビューの対象となる。このため得点プレイについてのチャレンジは行えない。2012年より スタジアムの観客にも審判団と同じリプレイ映像が提供されることとなった。アメリカンフットボールにおけるコンタクトとは体の接触を行うことである。アメリカンフットボールのコンタクトは非常に激しく直ちに負傷につながる恐れがある。このため安全確保を目的としてコンタクトには厳しい規制がある。コンタクトはタックルとブロックに大別される。 しばしば混同されるが、アメリカンフットボールにおけるタックルとは、ボールを保持する選手の全身を止めるために、体やジャージをつかむことであり、ブロックとは、相手選手の体やジャージをつかむことなく、自らの体を使って、相手の進路を妨害することである。状況により、手を開いて、相手を押すことはブロックとして認められる。原則として、 ボールを持っていない選手に対するタックルは認められない。ボールを持っていない選手の体やジャージを掴むと反則となる。なお、蹴る殴るなどのラフプレー暴力行為は当然禁止されている。アメリカンフットボールの装具とは、防具とユニフォームに対別される。このうち防具は、選手の負傷軽減を目的として装着するものであり、様々な改良を積み重ねながら、 現在に至っている。間違いやすいジャッジが一目でわかる。アメリカンフットボールのルールとスコアの付け方によれば、すべての防具の重さを合計すると、スパイクを含んで5ラムほどにもなる。装着が義務付けられた装具に不備があると反則となるので、すべての選手は正しく装具を装着しなければならない。装着が義務付けられた装具は以下の通りである。主に、 クォーターバックなどはこの他に、フォーメーションを一覧にした図を腕にリストバンドでつけることがある。アメリカンフットボールは、激しいコンタクトの伴うスポーツであるが、相手を怪我させてしまうような行為は、反則として扱われる。また、片方に極端に有利になるような行為についても、反則として扱われる。反則を犯した場合、反則の内容ごとに決まった距離だけ。 犯したチーム側に、ボールの位置をずらす罰則を施行して、次のプレーを開始する。ボールの位置が、自チームにとって不利な型にずれるため、罰体と呼ばれる。アメリカンフットボールがプレーを一つ一つ、区切り、次のプレーを開始する位置を決めていく特性に合わせた、罰則であり、他のスポーツではあまり見かけないルールである。距離による罰則とは別に、あまりにひどい反則を犯した場合、 反則した選手が退場となることもある。審判が反則と疑われる行為を見つけた場合、重り付きの黄色い布を上空に向かって投げる。反則が発生したと判断されたことを明確に示すため、最初にフラッグを投げた審判以外の審判も追随してフラッグを投げることがある。プレー開始前、プレー終了後、プレーとプレーの間、 すなわちデッドボール中に反則が発生したと判断した時はフラッグを投下後笛を吹き可能であればボールを抑えて選手にプレーをさせないようにする気づかずにプレーを開始した場合は笛を吹き続けボール所有者の近くによって強制的に中断させるプレー中の反則についてはフラッグを投げた後プレーを続行させてプレーがデッドになるまで待つ イエローフラッグを投げた後、審判が集まり協議する。どんな反則が発生したと判断したか、その反則が成立する要件を満たしているか、他に反則はないか、反則の罰則はどうなっているかなど、複数の審判の視点から判断する。協議した結果はレフリーを通じて、両、チーム及び試合会場に通告される。協議の結果、 反則ではないと結論が出たときは、イエローフラッグを頭上で横に振るジェスチャーをして、その胸を通告する。反則があったと結論が出たときは、反則の内容を示すジェスチャーをし、反則を犯したチームに、どちらのチームに反則があったかを示す。その後、ボールの位置をずらして、次のダウンの数や、ファーストダウンの確認を行う。反則があったとき、デッドボールファウルの場合、 罰則を施行する。ライブボールファウルの場合、反則を受けたチームが罰則を施行するか、プレーの結果を生かすか選択できる。他のスポーツにおけるアドバンテージと似たような措置である。罰則を施行した場合、ボールの位置をずらした後、原則として同じダウンを繰り返す。ただし、反則によっては、罰則を施行した上でダウンを一つ失わせる場合がある。また、 守備側が反則を犯した場合、守備側にボールをずらしたことによって更新戦を超えた場合、攻撃側に新たなファーストダウンを与える。さらに守備の反則は、軽度の反則を除きボールの位置を問わず攻撃側に、ファーストダウンが与える。ライブボールファウルで罰則を辞退し、プレーの結果を生かした場合、ダウンは一つ消費される。罰則を施行するかは、ダウンの消費。 プレイの結果と罰則による獲得距離から自チームにとって有利と思う方を選択しヘッドコーチがフィールド上のキャプテンを通じて審判に伝える例えば長い距離を獲得するプレーが成功した時そのプレーで守備側が反則した場合罰則で進める距離が短ければ攻撃側は自退してプレイ結果を活かすことが多いプレーの獲得距離がそれほど 長くない場合、プレーを選択すれば、ダウンを一つ消費するため、距離が多少短くても、罰則を受諾し、ダウン消費を免れる場合もある。反則位置がゴールラインに近く、罰則の距離がゴールラインまでの距離の半分を超えてしまう場合、一部の反則を除いては、ゴールラインまでの距離の半分で、罰対を止める。一つのダウン中に、 複数の反則が発生した場合、デッドボールファウルとライブボールファウルでは対処が異なる。デッドボールファウルで複数の反則反則が発生した順に罰則を施行する。ただし、両チームの選手がスポーツマンらしからぬ行為、またはパーソナルファウルを犯した場合は、相殺される。片方のチームが15ヤードの罰体となる反則を2つ、犯せば、 15ヤードの罰体を2回施行し、結果として30ヤードの罰体になる。両方のチームが反則を犯した場合、発生順序で罰則を施行する。例えば守備側が5ヤードの反則を犯し、その後、攻撃側が15ヤードの反則を犯した場合、差し引き10ヤードを攻撃側にずらすのではなく、一旦、守備側に5ヤードの罰則を施行した後、 攻撃側に15ヤードの罰則を施行する。この時系列で処理することで、個々の罰則で攻撃側が、ファーストダウンを獲得したか、ハーフディスタンスを適用すべきか判断する。ライブボールファウルで複数の反則片方のチームだけが、複数の反則を犯した場合は、相手チームはどれか一つの罰則を受諾するか、プレーの結果か、いずれかを選択する。 発生したすべての反則の罰則すべてを受諾できない。両チームが反則を犯した場合は、反則の形重回数を問わず、相殺され、次のプレーは、同じダウンを繰り返し、同じ位置からスナップする。つまり、攻撃側が5ヤードの反則を犯し、守備が15ヤードの反則を犯したとしても相殺される。また、攻撃側の反則が一つで、 守備側の反則が二つであっても総裁される。ただし、ボールの所有権が変わるプレーだった場合、最後にボールを所有したチームが、ボール所有が変わる前に反則を犯していなければ、総裁を辞退し、自身の反則の罰則を認めることで、プレー結果を生かして、ボールを確保できる。ライブ中とデッド後での反則一つのダウンのプレーで、ライブボール中に反則が発生し、 そのデッド後に別の反則が発生した場合、総裁せずに発生した順序で罰則を施行する。反則を犯し、資格没収と判断された選手は、相手チームが罰則を辞退しても、また、総裁になっても、当該選手は資格を没収され、退場しなければならない。数字、アルファベット、54順。ありがとうございます。